はい、皆さんこんにちは。ボルニオ TW ゴルフチャンネルへようこそ。今日はシャロースイングについて話していこうと思います。はい、それではシャローイングなんですが、皆さんこれには2種類あるっていうことをご存知でしょうか。その2種類の違いっていうのが左手首の角度になります。小屈しながらシャローイングするのか、背屈しながらシャローイングするかの違いです。まあその両方ともその幅は各選手違うと思うんですが、大まかに分けてこの手首の角度で分けることができます。ではちょっとその説明をしていこうと思うんですが、背屈の代表的な選手はマッキロイ選手ですね。で、小屈で代表的な選手はキャメロン・チャンプ選手ですね。それでは彼らのスイングを見ながら説明していきたいと思います。はい、それでは見ていきましょう。小屈と背屈のシャローイングの違いについて説明したいと思います。このシャローイングの違いがよくわかるのはダウンスイングに入った時のクラブフェースの向きとシャフトの向きです。はい、ではまずマッキロイ選手から見ていきましょう。ダウンスイングに入って、クラブフェースと左腕の角度が平行のまんまダウンスイングに入っていきます。でそのまま平行を保ったまま下ろしてくることができます。はい、次にキャメロン・チャンプ選手ですが、小屈する場合クラブヘッドが後ろの方に移動します。そしてクラブフェースが徐々に上を向くように下ろしてきますね。左腕と平行ではなくなるっていうことですね。まあ、ちょっとシャット気味に降りてくるっていうことですね。これが小屈のシャローイングになります。はい、ここで見てわかると思うんですが、かなり、シャフトの角度が違うと思います。小屈のシャローイングと背屈のシャローイングですね。はい、そもそもこの違いはなぜ起こるのかっていうのは、もうこれは左手グリップの握り方の違いです。そしてもう一つ、理解しなきゃいけないことがあります。これはですね、なぜダウンスイングでこのような動きが起こるのかっていうことですね。これはちょっと今から説明したいと思います。はい、それでは説明したいと思います。そもそも皆さん、このアドレスでできた形とインパクトの形が違うのはお分かりいただけると思います。アドレスはもうこう手の位置が結構体の中心に近い位置で構えると思います。でインパクトをした時に必ず手の位置っていうのは左腰の前、まあ左股関節ですね、だいたい左股関節の前ぐらいになるんですけども、そうした時にもし手首を変えずにそのまんま左腰の前に移動させると、このようにクラブフェースが開いてしまいます。なのでそれを防ぐために、この左手首っていうのはまあこ
こう、まあ、少なからず消屈させる必要はあるんですね。でその度合いがこうスクエアグリップとストロンググリップの違いで出てきます。はい。でまあスクエアグリップだとこの角度っていうのは、まあ、インパクトした時のこの角度がこの開く角度が大きくなるのでその分もっとこう左手首を消屈させないとスクエアに戻ってこないっていうことですね。でストロンググリップだとその度合いをそこまで消屈することなくスクエアに戻してくることが可能っていうことですね。この違いですね。はい、ということで、この消屈するのと背屈するの違いは、グリップの違いだというのはお分かりいただけたでしょうか。これは必ずストロング具合によって変わってきます。スクエアに近ければ近いほど、消屈の角度は、大きくなって、ストロングであればあるほどそれが少なくなります。はい、皆さん理解していただけたでしょうか。これはですね、グリップによって変わるということですね。でその動きというのは必要な動きで、わざとやるわけではなくて目標方向に飛ばすために必要な動きであるということですね。はい、そこで、この消屈と背屈どちらがおすすめかと言いますと私は背屈の方をおすすめしたいと思います。前回の動画で説明いたしましたが消屈のインパクトを迎えると出玉がコントロールしにくくなるということですね。これがまず第一の大きな理由です。そろそろ皆さんお気づきになるかもしれないんですが、説明しますと手首の角度を変えるとクラブフェースの角度が変わるということです。これは非常に大事なことで手首の角度を変えればクラブフェースが変わる。つまりこれを変えないようにすればするほど安定するということです。ですのでそのキーポイントっていうのが左手の握り方になるわけですね。はい、ではもっと詳しく説明しようと思います。はい、ではスクエアグリップですね。スクエアグリップの場合インパクトでクラブフェースがスクエアに戻ってくるようにするためにはこの消屈の動きをしないと戻ってこないということですね。ですがストロンググリップの場合は腕のローテーションをすることによって戻ってくるということです。つまり腕のローテーションで打てるスイングと消屈しながらスイングする、まあ、この違いが出るわけですね。で、このストロンググリップの場合は手首の角度がもうほぼ変わらないのでこのクラブフェースのコントロールが非常に安定するわけですね。この手首の角度を固定しながらこの腕を回転させるだけでいいわけですから、はい、まあそういうことですね。はい、続いてその第二のメリットとして、まあ、シャローイングするにあたって、背屈の方がそのループの幅が少なくて済むということです。これは何かというと、手首の角度が変わることによって、ヘッドがループするわけですね。でそのループしたおかげで、
シャフトが寝て降りてくる角度が違ってくるということです。はい、こちらの角度がそのダウンスイングでのシャフトの角度の違いですね。キャメロン・チャンプ選手の場合はトップからクラブヘッドが後ろに1回ループして降りてきますですが、マキロイ選手の場合はループせずにそのまんま降りてきます。つまりダウンスイングに遊びがないということですね。それが大きな違いです。はい、いかがだったでしょうか。やはりゴルフスイングっていうのはできるだけシンプルに無駄のないスイングをすることが重要になってくるんですけども、これは体の構造を理解してどのように動いたらどうなるかっていうのをどんどん理解していく必要があります。で、今回の、シャローイング、小屈しながらと背屈しながらの違いを説明しましたが、これは基本的には左手の手首の角度、グリップの握り方による手首の角度の違いで起こる動きというのを理解していただけたと思います。では今日の動画はここまでにしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。